浜川浜谷のトークの極み。ありがとうございます。合ってます？すいません、もう お三方ともやってくれると思わなかったんで、もうちょっと今日は、人気3選手を、はい、選ばせていただきましたんで、ぜひこのお三方でということで、サイコロトークを今回はやりたいんですよ。で、サイコロ振っていただいて、出た目の数に、対するこちらのトークのテーマを話していただくということで、さあ、行きましょうか。どうしましょう、我こそはみたいな。上から行きますか、じゃあ。じゃあ、そこまでですよ。そこ開きないですか。え、いいんですか、これも。じゃあ、これやっちゃってください。ちょっとやっていただいて、ありがとうございます。面白そうに塗りますね。何が出るかなじゃないですか。いいですよ、すいません、すいません、失礼します。いや、これもコールでいいですか。そうですね、あんま遠くに行かないように。はい、さあ、記念すべき一発目、くしびき選手、3ですかね、これ。地元自慢だから、これ北海道、もうこれはもうね、いや、もう自慢するところしかないですね。ないですよね、はい、海鮮美味しいし、はい、まあ、あと海鮮美味しいし、海鮮しかないみたいに言ってたけど、他にもあるでしょ。北海道のどちらでしたっけ。ほぼ札幌って言ってます。ほぼ札幌、はい、ほぼ札幌、ほぼ札幌、はい、登別って言うとちょっとややこしくなっちゃうんで、はい、札幌って言ってます。もう温泉と熊牧場がすごい人気ですね。熊牧場があるところだ。はい、あの熊さんにリンゴとか投げるやつですよね。あ、ちょっとそれは分かんないですけど地元すぎてあんまり行かないんですよ。でも なるほどね、はい、近すぎて。そうなんですよ。札幌の自慢っていうとどこになりますか。札幌の自慢は、海鮮とかですかね。結局海鮮になっちゃいますかね札幌って、はい、ところ。さあ、次行きましょうか。じゃあ、山越選手、はい、行きますか。行きます。お、いい。あ、お、5、最近買ってよかったもの。あんま面白い話じゃないんですけど。いやいや、いいですよ、ね、あの炊飯器を、あの初めてというか、もらい物を使ってたんですけど、もう古くなってたので新しいの買って、で全然ご飯の味が違うなっていう感じで。全然違う、はい、本当にツヤも違うし、普通に美味しいですね、ご飯が。毎日のお米の、はい、そんなに変わります。前使ってたのが相当ひどかったのかわかんないですけど、全然違うってぐらい。何使ってたんだ。前使ってたの。何年も前の使ってたんですけど。昭和。実家から持ってきたの。昭和の使ってた。昭和かもしれない。その炊飯器の売りは何なんですか。そのなんかあるじゃないですか。なんか釜炊きとか。あの艶がいいって。艶がいい。ちょっと、はい。なんでそんな高い買い物したら、その炊飯器の売りみたいなの絶対。ちょっと奥さんがよく調べて買ったんで、はい、ちょっと僕はあんま理解してないです。理解してないけど、でも米食った時にもうすごい感じたんですよね。それは本当に違うなって思いました。本当に分かってる。分かってますよ、良さ。めっちゃうまいです、本当に。はい。さあ、それでは次に行きましょう。では、カズラ選手。これはおもろいね。おもろい話してるが。これはおもろいね。関西人だし。関西人だしね。俺らとは全然違うよね、やっぱり。急にもう自分終わったらハードル上げるだけ上げて。関西人っぽくない、ね、関西人。いや、お願いします。お、ちょっとだろう。お、あ、あったら、あ、おい1胸キュンする瞬間。うわ、胸キュン。カズラ選手が胸キュンする瞬間、お願いします。そうですね、子供っすね。子供がいるんで。ね、はい、子供のどんな時ですか。子供最近ちょっと僕だったり奥さんだったりのマネとかができるようになってきて、なんか床ポンポンポンって叩いたら子供もなんかその後ボンボンって床叩いたり、そういうのが胸キュンしますね。これはまあ胸キュンしますね。これあのなんかあれですか、自分に似てるとか奥さんに似てるとか。似てる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 、そっくり。そっくり、自分は分かんないですけど、もう見たら一発で分かります。分かります。もう本当に顔がもうそっくり。顔がもう目とか特に、目もそっくり。このまま赤ちゃんになって感じ。このまま赤ちゃんになってちょっと怖いんですけどね、人間もありますし。でも本当に似てます。いやー、これ可愛いですね。でもまああのくしびき選手もね、はい、この間ゆりかこダンサーやってもらいました。まだでも、まあまあそんな。あ、やりますよ、うちの子も。こうやって、俺がこうやってやったら。本当ですか、はい、早くなっちゃったんですよ。まだ血のみろでしょ。血のみろ、1ヶ月経ってないです。そうですよね。すいません。いや、なんか将来どうなってほしいとかあるんですか。女の子なんで。あ、そっかそっか。
どうですかね、音楽系やってほしいですけどね音楽歌やったり、歌ちょっと様子見ながらですけど、うん、最初は様子見ながらなんか動けそうな感じやったらいけるのかこいつピアノみたいな様子見てから、はい、ちょっと運動神経見ながら、あそっちの方もまあね、女子サッカーもありますからね、のりさんにお願いしてまだのりさんを働かせますから、その時までそうですね、もうちょっともう一周行きましょうか。油断しましたね、はい、しした先生お願いします。ここが一番の見せ場なんでおーっと、どうだどうだ、うほっ、おいいですね、毎日の楽しみ順番出てる、いいですね、ばらけてやってくれますね毎日の楽しみ、毎日の楽しみですか、うん、幹事と奥貫幹事と、うん、あとヒロヤと松本ヒロヤと一緒に、はいはい、APEX っていう、うん、あの銃を撃つゲームがあるんですけど、うん、それをみんなで LINE 電話とかしながらやるのがすごい楽しいですね、うん、あそれはちょっとハマりだしたら長いことやりそうですね。喋りながら右るぞ右るぞとか言いながらやって、倒れたら、うん、あの誰かが助けてくれるんですよ、うん、回復中みたいな感じで、なるほど、だから漢字来て漢字来てここに来て漢字ここにいるみたいな感じで俺を回復してくれるみたいな、串引選手が倒れてるわけですね、はい、倒れてる時にも回復してくれたりとか、うん、それがちょっとあの、まあ、胸キュンとかしたりしますね胸キュンじゃない、めっちゃ胸キュンじゃない、なんで1と2同時に言っちゃうんですかめっちゃこいつ助けてくれるやみたいな感じがすごい嬉しいです。ああいう時ってゲーム以外の会話もするんですか。敵来る前に、いや今日どうだったよねみたいな感じで、うん、全くしないですね。今日サッカーでさ、ヒロヤお前縦パスさとか言わないですねもうちょっとつけれるとかそれは言わないですねさすがに、もうそれはもう切り離してますから、切り離して、はい、オンとオフはもうしっかりしないと、うわー、ここもオフなんで。それでは行きましょうか山本選手お願いします。2回目違うの、そう違うのね、嘘でしょ、すげえ持ってる6番ってことは浜谷のめってこと、私の質問、はい、いきますよ、はい、私の NG これだけはダメです、私っていうの、歌、あ歌が超音痴なんですよ。いや、じゃあカラオケ行っても歌わないみたいなこと。いや歌うんですけど、歌はちょっと披露するのはちょっと NG っす。あ、そうですか、まあ、NG っていうかちょっと恥ずかしいっすね。え、でも歌うんすよね、まあ、仲間とかとか。もうそういう時はそのノリでっていうか、うん、もう逆に歌っちゃう感じなんですけど。え、じゃあいけるんじゃない、お酒が入ればちょっとあれなんですけど、うん、コッシーも一曲頼むよみたいな空気になった時は何を。エグザイルが好きだったんで、うん、エグザイル系の曲が多い、うん、すごい攻めるじゃないですか歌 NG の人がチョイスするグループじゃないでしょそうで、ね、めちゃくちゃノリノリの逆にその踊って、踊ってこれやってるやん、もう完全ランニングマン、ランニングマン、ランニングマンやってるじゃん。あ、そうなんだ、へえ。え、アルディージャでじゃあ一番歌うまいっていうのは、串引選手はね、あのファンサポーターの前で歌ったりしてましたけど、いやでもうまいっていう感じじゃないんで、まああれは勇気だけじゃないですか、あれは。いや、なんて、こう言っちゃなんですけど、プロじゃないのに人前であんなに歌えるっていや、それ褒められてますよ、ね、褒めてますよね、ミスってますよね、感じプロじゃないのに何歌ってんだっていうごめんなさい、ごめんなさいいや、でもそれはやっぱすごいでしょ。まあまあ、でも実際うまかったですし。あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、誰がうまそうと。川面じゃない、なんでやねんなんでやねん、意外と初めて聞きましたね、川面なんでやねん、意外と初めて、このオーレアルディータ担当して結構何年経ちますけど、はい、たまに意外と初じゃないですか、川面選手のなんでやねん引き出すね、やっぱ引き出すねあんだけインタビューとか何回もしてましたけど、大学からの中なんで、さすがですね、はい、OK、 え、ちゃん、え、6、まあこれはこれでお二人の不満を、でも試合の時って結構なんかもうガッて集中したいじゃないですか、はいはいはい、けど自分のロッカー見たら絶対に山越選手のスパイクとかがポンってこっちにあってなんか何回直しても次スリッパがあったりやだなそれはちょっと直してほしいな。やだなそれめちゃくちゃ試合前集中したいですよね、はい、それは言われましたあのだからこれ今の川澤選手の言い方だと何回もあったみたいなニュアンスですけど、
そう、あ、その、そうですね、多分あったんでしょうけど、僕はなんでさ、なんで自分のロッカーに入れないんですか。やっぱ無意識のうちにそうなっちゃう、そうなっちゃってる、ね、はい、それが直せないですね、なかなかさあ、くちびき選手に対しては何かありますか。言っていいんかな、言っていいんかな、言っていいんかなは言って言って僕んちとかでご飯食べたりしてて、はい、うん、その時とか僕の奥さんがおるとこでも普通になんかおならして、おそこから言っちゃダメこれ NG それなのわざとちょっとわざとですね、なんかちょっとそれで嫌とか言われるのがちょっと嬉しい、嬉しいというか、まあ、面白いです。人見てますよ、もちろん秋の奥さんすごいいい人で優しいから、そういうの笑ってくれるんですよ、めっちゃ。だからちょっといいかなって、大きい目で見て僕は仲間だと思ってるんで、秋の奥さんは秋と同じ仲間だと思ってるんで、ファミリーなんで別に僕は恥ずかしくないですね僕は恥ずかしくない